11月の8日土曜日です。人事の師匠、先週開幕して今週で2週間目です。どんな感じかなと思ったんです。というのは1年間のロングランっていうのは日本ではありえないスタンスなので、僕自身もどう想像したらいいかなっていうふうには思ってたんですけども、毎回毎回新しいお客様と新しいお友達ができたり、また出演者もどんどん入ってきています。そんなわけで仁博師匠、毎週楽しく僕自身もすごく楽しくなってきました。ぜひ皆様のご来場とご参加とよろしくお願いします。本日ご来場ありがとうございました。11月の8日土曜日です。明日に向かって今日は帰ってご飯食べます。それでは仁博師です。